こんばんは、コンストリッターなんですけど、うちのドラムがですね事故したので、お世話さんになんと手伝ってもらうことになりまして、急遽ね、ちょっと覚えてもらったりとか、で僕が以前やってたストレンジブルーの曲も、先ほどもやりましたけど何曲かやるので、あとカバーもやりますね、その後また、バックジャップみたいな作業続きますので、どうぞ最後まで楽しんでください。ありがとうございます。お願いします。
マジでしょうか。ありがとうございます。ですね、もう三谷さんとも、長くなってきましたけども、本当に、僕なんかみたいな、その、全く人気ないんですよね、僕ら。でも、こんなところに立ってしまえて、ほんまにね、ありがたいなと思います。曲の方もね、褒めていただいてね、本当にありがたいなと思います。で、おさるさんも、短い期間にもかかわらずね、毎回その叩くたびに、ちょっとでも強くなるようにと考えてくださっているのが、プレーバーのスタートで本当にありがたい、嬉しいなと思います。でですね、僕明日誕生日なんですよ。だからですね、この、まあ、三谷さんとご一緒するのも嬉しいですし、おさらさんに叩いてもらうのももちろん嬉しいですけど、誕生日プレゼントになるなと思ってですね、で今日三谷さんからもサンプルいただきましてですね、本当にありがたいなと思います。はい、全然関係ないですけど、次はね、ストレンジブルーという、今休止中のバンドで、やってた、ダイナスを入れたいと思います。
ですね、残るところ3曲になったんでですね、他のね、バンドのお目当てのお客さんもこの後も楽しんで、楽しい時間がね、ここから続くと思うんで、で、今日は終わった後に、打ち上げが、軽い打ち上げが、あるみたいなんで、参加される方は、出演者誰かにでも、参加しますって言っていただければ、1500円のワンドリンクスという感じだと思うんですけど、ですね、まあ、おさやさん、三谷さんとか、しゃべりたかったりするでしょ、レイラちゃんとか。レイラちゃんとかね、僕でも結構ご一緒しますけど、ほとんどしゃべったことないですから、捕まえて一回めちゃくちゃしゃべってみてください。もう僕も無理やもん。あの子、ほんま無口やし、で、今日もなんか楽屋でちょっとゆっくりしようと思うんだけど、レイラちゃんおって、なんか携帯いじってて、なんか気まずいから出たけどね。いやだからね、ちょっと喋ってみてください、レイラちゃんとかね。三谷さんはもう喋れるじゃないですか。でもね、おさらさんの取り合いするもよし、三谷さんの取り合いするもよし、インギーさんの取り合いするもよし、ね、いろいろ僕らおまけみたいなもんで、僕らで喋ってウォーミングアップしてもらったらね、行きやすいでしょ。だからその辺で行きましょうかね。まあ、だからもしできればね、良ければね、残ってくださいね、最後まで楽しんでください。
小沢さんも僕、三谷さんと同じぐらいからもう5年ほど付き合わせてもらったんですけど、男前じゃないですか。で、いや、そんな分かってますけど、みんな。で、スタジオ入りまして、昨日スタジオやったんですよ、最終の。あのね、音はもちろん聞こえてるから、もちろん合わせられるんですけど、いつもね、いつもうちのドラムは僕より年上やし、ぽっちゃりした、可愛らしいおっちゃんなんですけど、ストレートはむちゃくちゃアイコンタクトを取れるんですけど、長田さんとかやったらちょっと、まあ、もちろん尊敬するとか憧れてるのもありますけど、だからなんか目合わせられへんみたいなね。音だけで会話するみたいな。これこそ音楽会なんだよね。感じですよ。こんなに近くに寄っても顔を見られへんっていうね。だけど、長田さんの盗撮は僕が一番うまいと思うんで、長田さんを勝手に人と喋ってる途中撮るみたいなね。で、長田さんに人が喋ってる途中ですよって注意されるっていう感じですけど、僕もそんな感じなんでね、打ち上げでぜひね、長田さんを、引っ張り回してあげてください。よくされてくれると思いますよ。いい人なんで。まあそんな感じで、次ストレンジブルーの曲やって、その次もまたやって終わりですね。はい、次は、おさらさんにこの間っていうか1回ヘルプでやってもらった時も、演奏したチェイスっていう曲をやりたいと思います。
そんな感じでですね、最後の曲なんですけど、曲の説明しますね。ちょっとね、僕も落ち込んでる時がいろいろあってですね、その時に書いた曲なんですけど、あの長田さんがえらい褒めてくれてですね、いやー、おじさんええよ、わざわざなんかメッセージくれたんじゃなかったですかね。その後なんか投稿までしてくれてですね、とても嬉しくてですね、感慨深いなと思って、一緒にやれたらいいなと思ってたんでですね、この機会にお願いしました。本当にね、まあ、おさらさん、あの顔男前ですけど、体がちょっとコンパクトで可愛いしなくて、その感じがまだね、僕も大好きなんですけど、そんな、いや別に悪く言ってないんですよ、悪くは言ってないんですよ。いや、そこがまだいいとこじゃないですか。あれで、ね、これで調子やったらもう近づけないですもん、僕。まだちょっと親しみやすさがあるじゃないですか。ちょっとね、いや、それはもう失礼な。いや、まあでもね、僕女やったら、女の子やったら、絶対追いかけてるもんね。ほんまに。ほんまに。もう絶対メンヘラになって、もう、めちゃくちゃ長田さんとか追いかけてますね。三谷さんちょっと、まあ、三谷さんもいい人ですよ。だけど、いい人ですけど、ちょっととっつきにくいじゃないですか。いや、ね。なんでですね、そんな感じでですね、それ最後の曲で。アンクリアクラウズって曲です。
誕生日なんですよね。はい、そうですよね。フェイスブック見たら3日後に誕生日ですってパッと出てくる。えちょっと急遽、ちょっとすいません、こんなんであるんですけど、皆さん勘違いしませんか、おさらさんと最初から最後に出てるから今日なんかおさら生誕祭みたいな全然違いますからね。なんか、まね、真ん中でこうどなんかずっと座りっぱなしでなんか神座感出してなんかね、ちょっと主役感を吹き荒らしてるけど、ドラムやから真ん中。ドラムやからしゃあないか。しゃあない。座ってる。そう、しゃあない。そういう言い訳も上手なんですよ。この口の終わったら行く何度かの危機を乗り越えてきたという話だったりするんですけど、はい。で、今日は本当は大井さんの誕生日で、誕生日前夜ということで、誕生前夜で、お、誕生前夜じゃないですか。ライブネスファンの、こう、ね。こんな感じですちょっと恥ずかしいです。いや、嬉しいです。いや、僕ね、実はね、僕11月1日誕生日なんですけど、まだプレゼント大丈夫ですよ、ゲストの方で。される側がちょっとなんかあんまり好きじゃないんですよ。で、もし今度、今度じゃないけど、ケーキを持ってきてもらえる場があったら、リッチー・ブラックマンのように、そう、筆くさくで買えるというのが買えるんですけど、まあ、そんな感じなんですけど。ちなみに、おさらさんの誕生日が11、今日は1117やけど、1117、1月17日。阪神・淡路大震災の年に、ね、日が、別に阪神・淡路大震災の日に生まれたわけじゃないですよ。だから、日が同じというだけであれなんですけどね。そう、まあ、そんな感じで、でも1月17日、いや、1月はアマンドスライブありません。まあ、そんな感じで、コンストリクターですが、はい、実でした。はい。ありがとうございます。名前も苦手な方が何しようかなとか思ったんですけどね、とりあえず微妙な感じのチーズケーキということで、はいはい、じゃあこの後も楽しんで帰ります。ありがとうございます。